皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、今日も早速遊んでいきたいと思います。今回は 9-2 コイントスの茶色トンネル、ローランさんのコースですね。ツイッターでいただいたコースになります。コインの持ち方でルートが変わるランダムルート制のマリメイコースとなっているようです。クリア率は約 19%、 ベストタイムは1分ちょっとだったかな。楽しく遊んでいきたいと思います。コインの落ち、そうかこれでパーを投げるとコインが右と左にどっちに落ちるかが違うんだね。ランダムなんだ。多分まあこれは P スイッチじゃないか、鍵か P スイッチどっちかが手に入るよということだったんでしょう。で多分クリボールートに、クリボールート、おお面白いけど逃げるのは結構辛いでしょ。ファイヤー、あ、いきなりダメージを食らった。こっちには何がある？1アップはいらねえや。1アップはいらないからこのままどんどん進んでいくよ。ここもクリボーが出てきて、できればこれもう一個のルートの方もやってみたいな。なかなか面白いコースですよ。こっちの方にクリボンさんを呼び寄せて、踏んで落とす。やられそう。ちょっと待った。逃げる。一旦逃げる。一旦退却。よいしょ。この辺に呼び寄せて。よいしょ。あー、怖いよ。どうだ、逃げ切っただろう。よーし。ドキドキすんね。中間取って、これは、キノコじゃないんかーい。1/2と1/2、さて何が起きるかな。両方左に行った。ファイヤーとメットをゲット。他にはマントとかヨッシーとかもあったのか。マントとヨッシーの方が良かったんじゃないのとか思うけど、まあ気にしない。ここは何と何がもらえるんだ。またピーと鍵か。鍵だったらチョロプ、ピーだとブラックパック。ちくしょう、チョロプーの方がまだ良かったな。これは難しそうだ。ん？あ、そうか。コインがブロックに変わるのをちょっと待った方がいい感じかな。だよね。待った方がいいよね。待たなくてもいけた？いや、でも待った方がいいでしょう。多分。いいと思う。いいよね。中には入れない。どっかで音が鳴っている。よし。これは踏んじゃっていいんだよね。うん、これでブラックパックンを下に落としたから安心して進んでいけると。これは中身は何だろう。パウかな。違った、メットか。これでまた両方落としてくれるんだ。意外とこのブラックパックンルート優しいかもしれない。こうやって一つ一つちゃんと、なんだろう、攻略法みたいなのがはっきり分かるようになってるね。ここのハテナブロック叩きたかったな。ちょっと左側に移動したら消えたりしてないかな。よいしょ、戻ってみる。どこまで戻ればいいかな。よいしょ。あ、でもこっから先はもう戻れなそうな気がするな。よいしょ。ちょっと戻れるかな。ほい、どうだ。ここまで戻ればさ、さすがに復活してるんじゃない。でわざわざ戻る意味があったのかどうかは謎だけど、これはもういいや。ワンダメージ食らっていこう。うん、こんなアホなことをやってるんだから、そのぐらいはもう覚悟の上でいかないとダメでしょう。ここで戻ってくる前にここのハテナを叩く。さあ、やったぜ。やっぱり叩いてよかった。隠しルートかな、それともコインがあるだけだったりする。コインだけ、コインだけか。いや、でもまだ逆方向に何かあるかもしれない。ついでにチョロップエリアもちょっと覗けたしね。せっかくなんで逆側も探検していきましょうか。上には行けない。こっち、お、下の方のブラックパックンルートをスルーしてこれた。そして土管にお邪魔します。隠しルートからのてっぺんでゴールとかそういうのじゃない、これ来たんじゃない。来たー。ローランさんのコインの落ち方でルートが変わるランダムルート制のコース遊ばせていただきました。いや、隠しルートまで作ってあるとはさすがですね。すごい面白いですよ。皆さんもよかったら遊んでみてください。お次はこちらのコース、いいねランキングとても難しいから、くるくるしっぽマリオ、華麗なるノンストップターン、コウスケさんのコースですね。遊ばせていただきたいと思います。ダッシュプラス Y ってサムネに書いてあった。
多分ずっと走って尻尾をうまく使っていけばいいんだろう。あー止まっちゃった。これ止まっちゃったらダメなんだろうな。うわーなるほど。これいいんじゃない、タイミングを覚えるのに練習に役立つんだけど。あれこのまま走ってこれちゃったけど、えいいのかな、ダメなのかな。これ絶対ここでダメージ食らっちゃいますよね。というわけでまさか床があるとは思わなかった。床ないと思ってたんだけど、あーやばいやばいやばい。これ本当は止まんないでいきたいんだけど、止まんないでいきたいんだけど、これは落ちるでしょ、これはさすがに落ちるでしょ。いやでもこれ飛んでワンチャンいけるんじゃない、ダメ。押し来た、今回は早いぞ。いったいったいった、よーし。やっぱりツタが入っていたと、これで終わりだといいんだけども。まだある、まだあるのに。今度はなんだ、今度はなんだ、ラン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 ルー。ほい、詰まりまくってますが、詰まりまくってますが、ちょっと待って、難易度高くないですか。この連続でブロック大きすぎでしょう。このランラン、あ、でもあれか、337拍子のリズムか、337拍子のリズムでやっていこう。惜しい、やっぱり一箇所も詰まっちゃダメか。よっしゃ来たー、どんだけ時間かかってんだ、超難しかった。クリア率詐欺だよこのコース、むず。さて今日のラストはこのコースを遊んで終わりにしたいと思います。綾崎優の30秒スピードラン、ひろしさんクリア率 7%、 ベストクリアタイム28秒。久しぶりですね、優ちゃんのスピードラン遊ぶの。チュ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 、おい、よいしょ。これは、よいしょ。どこで、ジャンプボタンを押せばいいのかとかが、ちょっとわかんないぞ。押さなきゃダメだよね。この辺は、あーでも押さないとダメだよね。うん、この、違いを見極めていかないと、クリアできなそうだ。多分今回はタイムアップになっちゃうんじゃないかなと思うけども、よいしょ。ちょっとジャンプが遅いかな。これはバネを使った方が早いのかな、多分そうだろう。よしにーん、悪いんじゃないもん、悪いのはクルクルクルだ。ほい、多分ここ走っていくだけ、ここは行く、ここは多分普通に走るだけでいけるはず。ここはジャンプ、オッケー、いいんじゃないいいんじゃない、さっきよりだいぶいい感じで来れてると思うよ。ここはだっかくジャンプしてクリボー分付けの、ベストクリアタイム見てもそんなに余裕があるわけじゃなくて、ん違うか、そこそこ余裕があったのかな。よいしょ、ジャンプジャンプジャンプ、難易度難しいだから割と余裕はあるはず、とても難しいに比べたら。ユウが悪いんじゃないもん、今どこでミスってた。よいしょ、あんま音符を使わないでいってみよう、使わなくて済むところは音符を使わない。よいしょ、こんな感じ、ここもちょっと早めにジャンプして音符を使わないでいっちゃう、多分この方が早いと思うんだよね。今使っちゃった、使うつもりはなかったんだけど使っちゃった、まあそういうところはしょうがない。さっきよりちょっと早いと思うからこれで間に合うんじゃないかなと思いたい、間に合ってください、お願いします。今もう撮影が深夜になっちゃってるからね、撮影の音が近所迷惑。間に合う、間に合った、ギリギリセーフ。やっぱりゆうちゃんの声かわいいですね。マリオメーカーのヒロインだよね。あ、そうだよね。うん。なんだっけ、マシコさんじゃなくて。名前忘れちゃったよ。まあ、いや、綾崎優の30秒スピードラン、ヒロさんのコースでした。ありがとうございます。28秒375って早いな。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。